はい、皆様どうも、マフロです。それでは黒猫のウィズやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではデイリーからいきましょう。なんだろうね、エクレアではないと思うんだけど、チュロスでもないな、1か4だろうな。ビスコッティか。おう、さあガチャ。はい、でも素材だけだけどね。はい、前回までね、メアレスの方をやっておりました。それで新しいイベントがね何個かありますんで、これどれからやればいいかな。とりあえず一番下のなんていうのかな、リンガンに眠る決意かな、やってみましょう。再開回線、あれイベントだけかな、これ何でとかないのか、デッキを、まあやってみよう。我が左目の極星が輝き続ける限り、グランファランクス騎士団に敵はない。戦場の匂いがする。あれはどこの軍か。なるほど、暴れ牛の言い得て妙だな。さあ行くわよ。リベーター入れ気もここまで落ちぶりだ。同郷はよしみだ。我が剣で相手をしてやる。行くぞ、
グランファラックス騎士団。奴らを押し潰す。ルドミカリベーター。イベント戦みたいなもんなのかな。ヤードか。許せ。少々力を出しすぎた。仲間の野党はすべて失せたぞ。はあ？くっさ。ヤキ。そんなものがこの鎧に通じると思うか。くっさ。やはりまだ目覚めていないか。全軍退却だ。ああ、お前の援軍も来たようだしな。はあ。仲間を探しに行ってたのか。気絶してたのか。群れは散らした。それで終わりだ。つまらぬ喧嘩をする趣味はない。くどい。見てみたいのだ、破顔に目覚めたリベーターを。まあイベントがメインなのかな。とりあえずやっていきましょう。おじさん、お嬢さんがとうとう睾丸に目覚めました。
またいつかあんな風に笑うリベーターに会える時が訪れるのだろうか。私はもう笑えないかもしれない。リベータを泣かせたくないか。それは私の誕生日の朝だった。鏡の前に腰をかけ髪に櫛を通している時、私の左目が青く光った。それが輪眼の光だと気がついたのは、私の心から一切のぬくもりが消えた後だった。つくづく間抜けな話だ。輪眼の力を身をもって知った私に、父は破眼について話してくれた。リベータの父が誰よりも強い破眼の力を持っていること、なぜ人に闘志を与える睾丸で父を操ることができたのか。その時の私がそんな疑問を抱くことができていれば、後に続く悲劇を避けることができたかもしれない。しかし話を終えた父の私に言ったあの一言が、私の理性を完全に奪い去った。とりあえず敏感はあったから良かった良かった。さてとゲームでいきましょうか。知らないんだけどどうしよう。キューティーハントモーターさんじゃなかったかな。聞いた覚えがある。分かった。他に我々の側につく者は。ありがたい。一気に落とそう。火を放て。我々は圧勢に屈しない。
焼き尽くせ。この地に立ち込める闇の気配を、この街に漂う死の匂いを。リベータを泣かせたくない。なるほどね。まあこれはほぼイベントってことかな。どんどん進めていきましょう。そうか、すぐに出兵の準備。漆黒の兵だ。狙いは私、いや私の持つリンガンだ。ハガンは闇を引き寄せるか。この人を見つけて見たことあるぞ。手持ってるし。あれはまるで死そのもの、闇そのもの。入れ。そうだな。いや、今日は私が出る。ハガンは闇を引き寄せる。独り言だ。気にするな。我々にとってはどちらも俗軍だ。何も今すぐ勇んで攻め入ることもないだろう。
くわよ。それにしても強くなったな。それは罠だろうな。行くぞ、グランファラックス騎士団。ザレごと正規軍として二つの属軍を撃つ気を得たまでのこと。はあ？なぜそのような姑息な策を講じる必要がある？確かにお前は強くなった。しかし、くそ、煙幕か。放っておけ。属軍とはいえ、ハーツ・オブ・クイーンは漆黒の兵団を撃ったのだ。我々に今日の奴らを撃つ理由はない。しかし、本当に強くなった。ギルベイン、砦に戻り次第漆黒の兵団に関する全ての情報を集めろ。今我々が撃つべきは中途半端な属軍などではない、漆黒の兵団である。次はじゃあこの宗主の歯が宗主でいいのかな。はい、次回はこれをやっていこうと思います。そしてね、2があるんでね、まだまだやることいっぱいありそうです。お、これで回せんじゃない今日。じゃあ回し終わろうかな。やっぱ2を回すべきですか、これは。
ね、大抵後から出たやつが強いですよね。はい、じゃあ2を回してみましょうか。では行ってみます。お願いします。S が一緒だ。マジで被るか。継続回復かな。どうなんでしょう。後の方は見た方ばっかりのような。はい、こういう結果になりました。今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回にもよろしくお願いします。ではさようなら。